すごいやすごいや、ユイ様復活するんだ。あなたの背後にいるよ。多分新しく冒険の書が増えんと話が進まん感じなんやね、きっと。早く増えろよ。さあ、これでキーファのやつまで行けて、勇者の実家。あ、ドムドールあったよ。ってことは、ここなんか話進むんじゃない？ガライの町、ドムドーラの町。ガライの町ってどこだ？ヘイ、ドムドーラ来たよ。おや、あなたは旅のお方ですね。それもかなり腕が立つと見える。何もおっしゃらずともわかります。ここはかつてドムドーラと呼ばれた地。ずいぶん前に魔物に滅ぼされ、人一人住まぬ地になっていたのですが、どうやら何者かの手によって、この町に住み着いていた悪魔の騎士が蘇ってしまったようなのです。悪魔の騎士は安らかに眠っていた死者たちを呼び起こし、この町ごと支配してしまいました。お願いです、旅のお方。人々を穏やかな眠りにつかせるため、悪魔の騎士を倒してはくれませんか？ドムドーラの町にいる男性に死者たちを呼び起こし、町を支配している悪魔の騎士を倒してほしいと頼まれた。ふんふん。お、ありがとうございます。悪魔の騎士は町の南東にある武器屋の裏に現れそうです。人々を穏やかな眠りにつかせるため、悪魔の騎士を倒してください。あなたの健闘をお祈りしております。あ、これはもうこの中で解決できるやつ？クエスト、アリシヒの原型を引き受けました。原型？幻影。この町は以前、多くの魔物に襲われてな。運悪く逃げ遅れた者は、皆魔物の手にかかり死んでいった。そう、我々はすでに死んだ身。なぜかはわからぬが、突然眠りから起こされてしまったのだ。あ、そういう感じ？そして悪魔の騎士がこの町を支配するように。なんと忌々しい話だろうか。嫌やね。もし2回死んだらめっちゃ嫌じゃない？ここは道具屋ですが、店のものは悪魔の騎士に捧げてしまい、売れるものは何もないんです。死んだ後まで魔物の手下をすらえるなんて、まさに生き地獄とはこのことですよ。やだわ。これ武器屋やろ。おお、もしやお主は、悪魔の騎士を倒し、わしらを解放してくれるというのか。悪魔の騎士はここの裏手によく現れる。くれぐれも用心してかかるがよい。あざす。悪魔の騎士はこの町に現れては我々に復讐を迫るのです。逆らおう者なら恐ろしい目に。奴は雪の不散のお店の裏のあたりに、雪の不散さっきのかな。たびたび現れるんですが、今は外の見回りに出ているようですね。詳しいね。俺たちがこの町を守りきれずに魔物に滅ぼされてから、どれだけの月日が過ぎたのだろうか。魔物に滅ぼされた我々が、死してなお魔物に使える身になるとは、誠に口惜しいことよ。悲しい。え、町寄ったらやってくるかな。この町が滅ぼされる直前に、雪の夫さんがお店の裏の木の根元に何か埋めているところを見たんです。あれは一体何だったのかしら。でもこの町が滅びたのは何年も前だから、きっと誰かにも釣られているでしょうね。まだあるんじゃない？木の、あれか？木？こっちか？悪魔の騎士は夜の間もずっと私たちを働かせているの。少しでいいから休みたいわ。私たちはもう死んでいるから、眠らなくても死ぬことはないけど、もう辛くてめげそうよ。眠くならんくても辛くはあるんかな？精神的にってことか。おう、旅のお方。武器屋の裏には悪魔の騎士が現れますから、みだりに近づいては危険です。悪魔の騎士はなぜかわかりませんが、あの場所に執着しているのです。まるでなくした何かを守っているように。何か奪い取って隠したってことやない？雪の不散。どこからともなく声が聞こえる。何をしに来た？僕は我の呪われし楽園。邪魔立てすると容赦はしないぞ。お、来た？悪魔の騎士。来た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 。うわー、超懐かしい感じの画面。あ、いいねいいね。グランドクロスそんな感じ。寝るなよ。この敵が全く動かんくて、味方が全く見えない画面。グレーグ。あ、よかった。
めっちゃやられそうやったけど。結構強いんかな、相手。ね。もっとサクッといけるかと思ったけど。だいぶ強いね。うわ。嫌なやられ方やね、悪魔の騎士。悪魔の騎士を倒したことで、蘇った人たちは再び静かな眠りにつけたようだ。おー、消えてるみんな。ドムドーラに眠る人々を苦しめていた悪魔の騎士を倒した。町の入り口にいる依頼人に報告しに行こう。え、その人は消えてないの？アユナは足元を調べた。何者かが木の根元を掘り起こしたような跡がある。あ、じゃあ結局回収はされとんや。あ、おる。おう、旅のお方。悪魔の騎士を倒してくださったのですね。これで町に平和が訪れました。こちらは私からの心ばかりのお礼です。どうかお受け取りください。アユナはヘビーメタルを5個手に入れた。クエスト、アリシヒの幻影をクリアしました。あなたが私を見つけてくれたおかげで、ドムドーラの人々は救われました。これで皆も安らかに眠れましょう。私の名はガライ。昔このアレフガルドの地を旅していた銀融詩人です。あ、この人が。あ、ね、さっきガライの町。かつてここドムドーラも、それはそれは賑やかな町でした。こうして目を閉じると、あの頃の情景が浮かび上がってきます。ほら、あなたも目を閉じてごらんなさい。あ、ご覧くなったよ。なるほど、私に報酬を渡すまでは、消えられんって感じやったんかな。平和な音楽になったよ。よかったよかった。やっと初めてクリアしたんじゃない？ね、旅立っていける世界。あれがガライか。ドラクエ、何の時のやったんかな、ガライって。6とかその辺？それじゃあ、ルーラで、サマディー、向かいましょう。人がいねえ。てか赤いな。勇者の星がサマディに迫っているという噂は本当だったのか。ひえ。あんなの落ちてきたら死ぬよね。大樹が地に落ち、みんな家の中に避難してるってことかな。突如として落下を始めたそうだ。一体世界で何が起こっているのか。勇者の星って何？なぜ勇者ってついたんやろ。お、よっち？勇者の星か。なんだなんだ、みんなには見えてないんか。よっち来たよ、よっち。ユグノアには勇者にしか見えない。老主様が邪神を倒した後、ロトゼタシアを永遠に見守るため天に昇り、勇者の星になったという神話がある。お主の母、めっちゃ体よじ登っていったけど、エレノアが好きだった老主様の神話。ね、なんか体の中がさっきからさ、何あれ、光。古代の人が作った話に過ぎんと思っていたが。魔王によって世界が崩壊した今この時、勇者の星が落下を始めたことを考えると、そうとも言い切れんか。進行方向にあるものを避けるということはしないのかい。どうした、人の話も聞かずぼーっとしおってしょうがないやつじゃの。もう一度わしの話を聞くか。いや、大丈夫です。おお、そうか。聞いておったならいいんじゃ。いずれにせよ、あの子が行った方向なんかあるのかな。このまま地上に落下すれば、サマディも無事では済むまい。え、でもさ、ああやって目に見えて落ちてきよるのがわかるんやったらさ、サマディに話を聞いてみるのじゃ。城下町におる場合じゃなくない？みんな避難した方がいいよね、確実に。めっちゃ人おるわ、普通に。
避難も何もしてなかったわ、家の中とか。サマディの人々は神話にある通り、勇者の星がロトゼタシアを見守る神聖な星だと信じてきました。しかし、勇者の星のまがまがしい姿を見て、あの星は神話にあるような尊い星ではないと考える人が多くなっています。私にその真偽はわかりませんが、あの星について何か情報を得たいなら、城にいるサマディ王にお聞きください。なんかあそこ、めっちゃ寝転がっとる人おるよね。あのヨッチはどこ行ったんだ？あのヨッチはあれか？この街の中におるんかな？ね、この人が気になるんだけど。勇者の星を眺めようかな。何にもやる気がしねえ。あ、そういうこと？命の大樹が落ちて、世界に魔物が溢れるわ。どでかい星が落下し始めるわ。いろんなことが起きすぎてわけわかんねえ。もう何にもやる気がしねえよ。この世界が滅びるまで、こうしてぼんやりしてようかな。メガネ男子や。なんかもう一個さ、あの紫のマークついてる場所なかったさっき。これ多分サブクエよね。とりあえず話しかけておくか。クリアできるかどうか置いといて。ここかな？おやお客さんかい？すまんね。夜に備えて準備中さ。夜になったらまた来てくれ。違うんだよ。おっと、お客さんもしかしてサマディ名物サボテンステーキをご指紋なのかい？もしそうだとしたらすまないね。今サボテンステーキは絶賛改良中で、ちょっとお休みさせてもらってるんだ。サボテンゴールドが持つゴールドサボテンを材料に使えば、改良をはかどるんだけど、私の力じゃ手に入れられなくてね。ってお客さんなかなか強そうだな。あんたならサボテンゴールドを倒して、ゴールドサボテンを手に入れられるかも。頼む。新しいサボテンステーキのため、サボテンゴールドを倒し、ゴールドサボテンを手に入れてくれないかい？まあ。サマディ城下町にいる料理人に新しいサボテンステーキの研究のため、サボテンゴールドを倒し、ゴールドサボテンを入手してくれ、と頼まれた。ビミナルサボテンステーキ。受けましょう。本当かい？いやー、助かるよ。あんたのような人がいてくれるおかげで、この世の料理を発展していけるんだ。ゴールドサボテンを落とすサボテンゴールドは、サマディ地方のサボテンボールと戦ってると稀に現れる、転生モンスターというやつでね。めったにお目にかかれないけど、何度も何度もサボテンボールと戦ってれば、きっと出会えるはずさ。ゴールドサボテンは1個でいい。それだけあれば十分試作できるよ。手に入れたら私まで届けてほしい。クエスト、ビミナルサボテンステーキを引き受けました。いや、私、ああいうさ、なんかもともと人気の商品を、わざわざ改良する意味が全くわからんのやけど、だいたい改良された後ってさ、え、なんか違うこれってなって、その後食べになるんよね。まあ、その改良されたやつからファンになる人もおるんやろうけど、でも元から人気のやつはもうそれはそれで置いといてほしいんよね。と私は思う。めっちゃ上見上げるね、みんな見てんのか。我々人間の力では、あの星はどうすることもできません。このまま滅びを待つのは心苦しいですが、ここは潔く諦めた方がいいのかもしれませんね。え、逃げろよ。魔法使いの端くれだからわかるの。あの星から大きな魔力を感じるわ。あれはただの星じゃないわね。きっとあの星には何かがある。じゃあ何なのって聞かれても全然わからないんだけどね。魔法使いならさ、ルーラぐらい使えるんじゃないんですか。逃げた方がいいよ。なあ、お城ってどうやって入るんやっけ？あっこか。あっこの扉に入ればいいんか？お？もうおしまいよ。なんか急にめっちゃ話し出した。どういう？すごいやすごいや！勇者様復活するんだ！あなたの背後にいるよ。すごいやすごいや！勇者の星が落ちてきて、伝説の勇者様が復活するんだ。世界のピンチに勇者様が現れて、僕たちを救ってくださるんだ。だから私なんすよね、勇者。みんなめっちゃ見よるね。ちゃんと警備できてるのか？あ、ここだね。通りまーす。あなたはいつぞやの冒険者ではないですか。もしや世界を旅するあなたならば、勇者の星について何かご存知では？王様は勇者の星について国中の学者から情報を集めています。何かご存知なら、今すぐ王様にお伝えください。こっちが聞きたいんやけど。え、知っとんかな？私が理解してないだけで、
みんなは知っているのかしら。普通にまっすぐ行けばいいんよね。はあ、もう長いな階段。お、話しに来た学者かい。ああ、リス、危険な真似はよすのだ。父上、心配いりません。僕があの星の謎を解き明かし、サマディの民を安心させてみせます。あれは大臣かな。またそうやって、大丈夫、もうヘナチョコじゃなくなったの。おお、そなたか。いつぞやはファーレスが世話になった。いえいえ。おお、なんと、そのご尊顔は。久しぶりだな、サマディ王よ。いるのは忌まわしき最悪が襲ったあの日、四大国会議の日から16年ぶりになるか。あれ、仲間になってから来てなかった。事情は全て聞いています。勇者がロトゼタシアに最悪をもたらす悪魔の子だという話はデタラメだったと。デリカダール王の嘘を見抜くこともできず、世界の崩壊という最悪の事態を招いてしまったこと、どうかお許しください。もう良いのじゃ、顔を上げよ。全てはデルカダール王に取り付いたウルノーガの仕業だったのだ。他の誰に非があるわけでもない。デルカダール王の姿で言われたらね、取り憑かれとこと、こと取り憑かれとること知らんかったらそうなるよ。ロードの、 ありがとうございます。それよりも今は勇者の星のことだ。このまま地上に落ちれば取り返しがつかん。あの星について何か分かってないのか。国の学者たちに調査をさせているのですが、今のところ何も分かっていません。ただ一つだけ気になることがあります。息子のファーリスがあの星を覆う赤い結界に刻まれた文字のようなものを発見したのです。なんかうねうねした感じの模様はあったけど。勇者の星に結界が。そこに文字のようなものが刻まれておるじゃと。はい、それで王子は先ほどその文字のようなものを調べるため学者を連れてバクラバ砂丘へ向かいました。先ほどっていうほど前じゃないけどな、今よね。私らがここに来た時にはまだおったよ。わしらも何故勇者の星が落下を始めたのか調べに行くぞ。ロードの、バクラバ砂丘に行くのであれば息子の様子を見てきてくれませんか。どうもファーレスのことが心配で。まあね、てかそのつもりやったけど、一緒にそこに行くつもりやったけど。ありがとうございます。石章を塞ぐ兵士には通行を許すように言いつけておきます。では息子をよろしく頼みます。またへっぴり腰になってないかな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、サブクエのやつは基本的になんかね、時間かかりそうな作業系な感じやけん。まあ、できればって感じで。感じ言いすぎやな。